皆さんおはようございます。ご近所の皆様ですね、朝早くからご迷惑をご迎えしておりますけれども、ただいまご紹介をいただきました私鉄長野県連、そして有田労働組合の理事長を中心に立っております浜と申します。私からはですね、労働組合の立場としてですね、一言応援のご挨拶をさせていただきたいと思います。兄さんとはですね、有田労働組合の時に松山支部の副委員長をやっておられた時に一緒に、共にですね、組合運動をさせていただきました。そしてまた労働会議の事務局次長ということでございまして、うち、に外にですね、活躍をいただいたのが兄さんでございます。またこの山形村においてもですね、高齢者の方々の、移動の手段ということでですね、いち早く路線バスの存続にもですね、ご尽力をいただいたということで、大変ありがたく思っております。またこの超、高齢化社会においてもですね、これから免許返納をする方も増えてくるかと思います。そういった意味でもですね、公共交通というものをですね、しっかりと、考えていただける方だというふうに、思っております。またその他このリーフレットにも書いてございますように、この5つの、公約、こういったものをですね、しっかりと実現していただけるのが兄さんに候補だというふうに確信を持っております。まあ、この地元ということではございませんけれども、兄候補じゃなければできないこと、また兄候補だからこそできることということがですね、あるかと思います。地元の皆様のですね、力強いご支援のもと、当選に向けて、私たちもですね、全力で、カバーしてバックアップしていきたいというふうに思っていますので、ご支援のほどよろしくお願いしたいと思います。簡単でございますけれども、ご挨拶させていただきます。大変、共に頑張りましょう。ありがとうございました。